出すところが狭いわ。めちゃくちゃ冷たい、凍ってる。ちょっとやっぱ溢れ出しそう。開けてきましょう。うまそう。めちゃくちゃ足の指先がめちゃくちゃ痛いです。寒いっすよ。寒すぎる。はい、おはようございますね。今起きて服とかね全部着ました。めちゃくちゃ寒くてね、温度計見たらねマイナス6度でした。寒いはずです。もうね服も着たんで、ちゃんと装備着たんで、ちょっと車の方のね雪下ろしたいと思いますね。これテントのところもすっげー寄りかかってきてる。やべえ、めちゃくちゃ積もってる。しかも雪もめちゃついとるな、これすげえ量。シャトルの上もやばいわこれ。見てこれ、もう手のひら以上にね積もってますよこれ。はあ、すげえ。出すところが狭いわ。これコードがあるのか。網とか。
ょっと一旦ね、手温めてきます。はい、おはようございますね。めちゃくちゃ大変な朝でしたね。雪かきが半端なかった。重いし量もめちゃくちゃ多いし、しかも見てくださいこれ。やっぱりね、ここですね、バンド君の場合はここにねちゃんとあるんですけど、このひだがないからもう吹き込みまくり、雪がもうワンサーが降ってくるまあでもね、見てください、景色めちゃくちゃいいですよ。これ街中っていうかね、宿街みたいなところなんですけど、木の上にねかかってる雪です。めちゃくちゃ幻想的ですね。しかもたまにね、屋根から雪がゴソッとね落ちてきたりね、雰囲気いいですよ。さあ朝ごはん作っていきますね。今日はね、名古屋名物煮込みうどんになりますね。これ山本屋さんっていうのが有名なのかな、名古屋では。こちら買ってみました。さあ作っていきましょう。美味しくできるといいですね。よいしょ。さあ高原牛乳の方ちょっとね飲みながら料理していきたいと思います。これこの牛乳もうまそう。これね、ランタンの上で温めながら飲んでいきたいと思います。これちょっとね人肌程度にぬくもるだけで全然違いますからね、牛乳美味しさが。さあ食材切っていこう。よっしゃ。これ具材って何がある、うどんか。うどんと作り方とりあえずね見てみますね。パカリンコ、1人前の分量。うわすげえ、うどんがなんかまっすぐ。スープと、なんじゃこれ、カツオって書いてるんだな。カツオ節かな、何やろ、カツオ粉。まずはねこちら説明書見てみたら 580cc の水で半生豆をね5分間茹でるらしいです。580って細かいですね、意外と。80は何なんやろそれ、200いかないから、これぐらいか。よっしゃ、案外多いなこれ。あ、ついた。よっしゃよっしゃ、一旦沸騰させてから麺を入れますね。あ、手がめちゃくちゃ縛れる。あ、こいつも倒れてる。まずはネギ切っていこう。よし、ネギの方切ってきますね。ネギってめちゃくちゃ美味しいですからね。でもね、この絵面の中にはねネギが入ってないんですよね。大丈夫なのかなこれ、本場のやつにもネギ入ってんのかな。ここのね青いとこも使っちゃいます。ちょっとみじん切りにして、ここは、もったいないでね食べちゃいます。
この絵の中じゃね、緑のとこが入ってるんですよね。横に切ってる。それではこんな縦に切っちゃダメだったか。そして椎茸ですね。椎茸もね、これ煮込みうどんは入ってないのかな、本当は。うわ、凍ってる。っていうか凍っちゃってる。めちゃくちゃ凍ってる。ああ、よっしゃ、おいしそう、おいしそう。ここも刻んで入れちゃおう。よし、次はねお肉の方切っていきますよ。お肉切っちゃおう。お肉食べやすいようにちょっと一口大にしますね。やばい、これね、めちゃくちゃ冷たい。凍ってる。ちょっと指先めちゃくちゃ痛い。これ皮目から切った方がうまく切れるな。これ痛い、指が痛いよ、指が痛い。ですがね、これ火がちっちゃすぎるわ。これ難しいな。よっしゃ、おお、沸騰したんで、こちら、あ、椎茸のね、ヘタを入れただけでめちゃくちゃいい香りしてます。よし、うどん入れてきますね。うどん、これどうやって入んのこれ鍋ちっちゃすぎたか、これやばい。うどん入らんぞ、これちゃんと浸からないとね、ダメですよね、やっぱり。これね、鍋焼きうどんってね、テレビで見たことあるんですけど、もう芯が残るほど硬い店とかね、店によって違うらしいですよ。芯が残るほど硬いってどんなんだろう。あ、消えちゃった。わわわ、すごいことになってます。噴火起きてる。もう5分経ったんでね、次はかつおだしの方を入れていきますね。かつおだしがね、これほら見て、これ茶っ葉みたいにね、カツオだしを取るらしいです。これで5分って書いてましたね。またちょっと沈めとこう。これうまそうやわ。なんかこんなカツオだしわざわざ取るなんてね。よっしゃ、定期的にねこれ下ろしていかなくとすごいことになっちゃう後で。よいしょ、よし、かつおだし入れてね、 2,3 分経ちましたね。もうこいつを5分経ったら取り出すって言ってたんで、これはねちょっと端っこに当てて鳥たち入れていきます。もう鳥とかも入れとかないとね、鶏の出汁も出て美味しいでしょう、きっと。椎茸入れて、椎茸も凍ってる。凍っちゃってるんです、椎茸ちゃん。そしてネギですね。入る余地あるかな、これ。よいしょ。ネギ行きましょう。ネギちょっと、緑のとこいっぱい入れちゃう、これ。緑のとこ意外とうまいから、これ。これでちょっと蓋しとこう。ここに乗せてネギ。よっしゃ、蓋しよう。これでいいわ。よっしゃ、これで全部入った。あとはね、 2,3 分とさっきの残りの時間煮込むだけですね。あっという間です。よし、かつおだしの 5分が終わったんで、かつおだしの方ね取り出していきますね。こいつを取り出しましょう。ネギのうまそうな匂いたまりません。これうどん屋はこれカツオの匂いですね。香りですね、きっと。これめちゃくちゃいい香りしてる。そしてここにもうね、最後の仕上げです。お味噌の方を入れていきますね。特製味味噌って書いてます。これが美味しい秘訣ですよね、きっと。よっしゃ、あー、やっ
やっぱ溢れ出しそう。よっしゃ、蓋していこうか。これ絶対吹き出すわ。あー、もうやばいっすね。ちょっとね、焦げた香りがしてきてるんで、ちょっとうどんをちょっと吸出しちゃいますね。あまりにもちょっとね多いんで、スープが、うわわわわ、長い。しかもこれうどん長い。よいしょよいしょ、ちょっとあかんことになってる。これね、ちょっと具材がね浸からないんで、ほらお肉とかまた真っ赤なんですけど、うどんをちょっと吸収してして、傘ちょっと減らします。そしてちょっと水足そうか。これ焦げてってるわ、きっと。これなんか、こうなる。うどん長いと思う。これでネギとかもつけれるで、つかれるでしょこれ。うどんももう全然上に上がってきてください。やばい、うどんが焦げてるわ、きっと。最悪や。もうね、今日グダグダです。グダグダや。卵も落とせてないし、もうでもね、いただいちゃいますね。ちょっといただいちゃおう、温かいうちにね。いただきます。いただきます。いただきますね。いただきます。めちゃくちゃ味噌のね、いい香りですよ。でも美味しそう。なんか落ちてく。このうどんね、この端っこだけでもね、端っこの一端だけでも落ちてったら、もう全部が引き下ろされていくんですよね。めっちゃ大変。よし、いただいちゃいますよ。いただきますね。おいしい。味噌がうまいわ。麺はね、でもほんとなんか歯に残る感じがありますね。歯にへばりついてくる。おいしい。うまい。この景色にぴったりなね、美味しさですね。この味噌の味が、香りも美味しい。椎茸。うどん取っちゃう、もう。直に食べてもいい。っていうかね、もうね、今日朝なんで足にカイロ貼ってないんですよ。めちゃくちゃ足の指先がめちゃくちゃ痛いです。朝方でね、こんなに足の指が痛くなったの初めてじゃないかな。やばい、カイロ貼ろうかな。お肉もできたでしょ。卵がうまそうだ。わあ、湯気で見えへん。もう真っ白。これメガネしてたら大変なことになってるやつや、これ。うまそう。ああ、鶏肉がうまそうやわ。もううどんでもなくなっちゃいましたね。うどん早いわ。あ、卵割れたかも。なんか黄色くなった。やばい、ちくしょー。
あ、うまこの鶏とね、味噌の味がまた合う。指がなくなりそう。足の指がなくなっちゃいそうですね。うますぎる。ネギも美味しそうにね、クタクタになってますよ。うん、うん、うまい、甘い。はい、はい、あずき師匠、師匠、よっしゃ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 、もうやっためちゃった、よっしゃ、おぉ、あずき師匠、全部食べましたね。いい感じや、よう食べてる。おぉ、ゆずバーも全部食べたみたいです。ああ、よかったよかった。もうね、あと時間がちょっと迫ってるんで、急いで片付けたいと思いますね。雪がね、またこれ、今日は時間がかかったわ、もう。かかりすぎた、ちょっと。早く急いで片付けましょう。あずき師匠、トイレ行ってきて、自分で。すげえ、ガビガビ。これもうちょっとぬくもったらびちょびちょになりますね。溶けるわ、すぐに。よっしゃ、you
ゃじ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 ゃ。最悪や。ロシア駅出るとこ凍っちゃってる。